新しく生徒会に入りました、クルルギスザクです。これからいろいろ教えてもらうことになるけど。え？君も最近入ったの？他の生徒と違って、君はこんな僕に自然に接してくれるんだね。ありがとう。でも、困ったら無理はしないでね。生徒会のみんなのおかげで、少しずつクラスメートが話しかけてくれるようになったよ。本当に優しい人たちだね。ルルーシュは昔も今もあまり変わらないよ。だけど、なんだか少しだけ遠くなった気がするんだ。生徒会で過ごす毎日が今の僕にはかけがえのないものなんだ。だから全力で守ってみせる。僕の命に代えても。僕はクルルギスザクってもう知ってるか。驚いたよ。君が特派に配属されるなんて。これからよろしくね。この前も大活躍だったけど、あまり無理をしないようにね。って、僕が言えたことじゃないね。あはは。無茶しすぎなのはわかってる。だけど、それで命を落としても、平和のための犠牲になれるのなら、僕は。僕と似て君は無鉄砲だけど、そこには生き抜いて戦い抜いてやろうって意志を感じるよ。僕と違って。これからも僕と一緒に戦ってくれるかい？君がいれば自分の選んだ道が正しいと信じることができる。そんな気がするんだ。軍では僕の方が先輩になるんだっけ？学校では逆なのにね。特派にはもう慣れた？この部署は軍の中でも変わってるらしくて、いろいろ戸惑っても君だけじゃないから安心して。質問？僕に答えられることなら何でも。セシルさんの差し入れをうまく断る方法？思いつかないかな。ロイドさんに無茶なことを要求されるのは期待されてるってことさ。答えるのは大変だけどね。君が特派に来てくれてよかった。僕も君と一緒に軍務に就くことができて嬉しいよ。今後ともよろしくね。この清掃に袖を通すことを、もう迷いはしない。僕はユーフェミア公女殿下の専任騎士、クルルギスザクだ。これからも、特派の同僚であることは変わらないよ。だから君のことをもっと知れたらいいなって思ってる。前に救えなかった命があったと言っていたね。自分を許せない気持ち、僕もわかるよ。でも、囚われすぎてちゃダメだ。僕はユフィのおかげで、少し変われた。だから、君のことも放っておけない。自分を追い詰めないでほしいんだ。ユフィの言葉を借りるなら、僕は君に、僕を好きになってほしい。
だって僕はもうとっくに君が大好きだからね。パーティーで着る衣装に悩んでいたら、会長がこの衣装を貸してくれたんだ。角の飾りが可愛いよね。トナカイといえばソリだけど、さすがに一人で引くのは難しいかな。君も一緒にトナカイをやってくれる？実はここにもう一着トナカイの衣装が、なんて冗談だよ。ソリもないしね。ところで君はどんな衣装を着るんだい？こんなに賑やかなクリスマスはいつぶりだろう。みんなも楽しそうで、見ているだけで嬉しくなるよ。みんなが笑顔でいられる場所に、僕の居場所もある。何よりも嬉しい、素敵なクリスマスプレゼントをもらっちゃったな。